い、皆さんこんにちは。本日は共通テスト大注目の本家取りとはということで、京手勢にとってはまさに必見の動画になるんじゃないかなと思います。共通テストで、まあ、生徒を悩ませている問題といえば、やっぱり一番最後の方に設置されている先生と生徒が無駄に喋り出しますよね。あの手の問題で本家取りという和歌の習字法、そして次にあの動画配信しようと思ってる引き歌と呼ばれている和歌の用法というのが、あのこれがねよく出てるんですよ。まあ、なので本家取りって何ですかっていうそもそも論と、共通テストにどういう形式で出題されていくのかというのをしっかりとね分析してあげることは大事だと思うんですね。なかなか参考書とかそういう問題集がまだここまで追いついていないんですが、現場レベルでは本家取り大事だよっていうことをものすごく強調して言わせてもらっているので、今日の動画はぜひねご活用いただければと思います。はい、そもそも本家取りってじゃあ何なんですかっていうと、こちらですね、古家の語句や趣向などを取り上げて新しく作家する。あのポイントはこの新しく作家というところで、なんかあの元々古い歌があったものを全部パクります、完コピしますではないんですね。あくまで一部を使ったり、その趣向、まあだから一番大事な趣とか心なんていう部分を取り上げて、新たに自分の和歌として作り直すというのが本家取りという用法です。まあ現代だったら著作権的にどうなのみたいな、まあでも現代でもオマージュ作品みたいのってあるじゃないですか。そういうオマージュみたいな感覚にも近いのかなっていうのが本家取りの定義です。で、これが共通テスト的にははいこちらですね。注釈に元の歌が置いてあるとか、まあ、あるいは先生が元の歌の解説をしてくれてるというパターン。で、共通テストでは生徒の質問に先生が答える形で元の歌の訳出や解説エピソードが記されている。だから、この本文に用いられている歌と引用された元の歌っていうのを比較しながら答えを出していきましょうねというのが共通テストの方針としてあるわけなんですよ。じゃあ例えばどんな感じで解いていけばいいかっていうと、これは本文に出てきた和歌だとしましょう。キリギリス泣くや下世の寒しろに衣かたしき一人かもねん。で、これをその本文に棒線が引っ張ってあって、生徒が先生に対して質問するわけですよ。先生、キリギリスの歌が何を言っているかよくわかりませんと言うと、先生がふんふん、いい質問だね、その歌は実は古い歌が2首引用されているものなんだよとか言って、先生がこの古い歌の解説を始めるわけですよ。だから例えばやってみましょうか。1首目が、寒しろに衣かたしき今宵もや、我を待つらん宇治の橋姫。まあもちろんこれだけを見たらよくわからないので、せっかくなんでちょっと喋っておきますが、昔旦那さん一人と奥さん二人いた、まあそんな小さな家庭がありました。で、ところが男性は海にいる竜神、竜の神にさらわれてしまうんですね。で、奥さんの丸一としましょうか。奥さん丸一が夫よ夫よと浜辺に探しに行った時に夫は出てくるんですよ。で、出てきて事の経緯を説明するんだけども、僕はもう戻れないんだ、ごめんということで、奥さんは泣く泣く家に戻るんですね。で、するとそのことを聞いた奥さん丸二が海辺に行って、旦那様旦那様と言ったら、また同じように男は出てきたんですよ。で、ところが男は今度和歌だけを残して消えていってしまうんですね。その和歌がこれなんです。寒しろに衣かたしき。で、前半部分にちょっと難しい単語が使われているので解説をしておくと、むしろというのはいわゆる敷物、座布団みたいなイメージですね。まあ現代でいう敷布団みたいなイメージを持ってあげたらいいと思います。で、衣かたしき、この型式が、カチカチの意味じゃないんですね。型式と書いて、はい、こちらです。自分の着物の袖を敷くっていう意味なんだけど、こう、片方だけ敷いていると書いているニュアンスが、
女性と男性が寝るときは互いの着物の袖を枕として敷く、そういう慣例があったんですよ。まあこれはね、古文常識というかちょっと趣味レベルになっちゃうかなっていう気はするけれども、せっかくなので覚えておくと豆知識になりますよね。で、そこから片敷く、片方の袖だけを敷くというのは一人寂しく寝る様子を意味するんだよ、なんて先生が教えてくれるわけですね。で、するとこの和歌の解釈が見えてくるじゃないですか。寒しろ、狭い敷布団にあなたは着物の片方だけを敷いて、今晩も私のことを待っているんだろうか、宇治の橋姫よ、と言ったら君は僕のことを考えて一人で寂しく泣いているんだろうな、なんていう、こう女性に対する女性が一人で寂しく寝ている様子をこうまさに思いやった歌になってますよね。まあでもこれを言われて女丸に、奥さん丸にはちょっとムッときてしまって夫に襲いかかるんですよ。本妻、元の奥さんの方が大事なのって言うんだけど、男は消えてしまうっていうオチなんですね。で、そんな和歌ともう一首引用されていて、足引きの山鳥の王のしだりおの長流しよう一人かもねん、これ有名な和歌ですよね。前半が序言葉になっていることでも有名で、足引きのが枕言葉なのでここ現代語訳しません。後ろから訳してみると、山鳥の王のしだりおのというのは、山鳥ってクジャクみたいなこう垂れ下がった尻尾のイメージしてあげてください。そんな山鳥の尻尾で垂れ下がった尻尾のように長い長い夜を一人で私は寝るんだろうか、今晩も私は一人ぼっちなんだろうか、という女性の寂しい夜の歌なんですね。ってことはこの2首って2つともこれじゃないですか。一人寂しく寝る様子を描いた和歌として、この2首はエピソードは違えど共通点があるわけですよ。で、今回元々の和歌を見てみると、キリギリス泣くや下世の寒しろに衣片しき、この寒しろに衣片しきの部分は間違いなく古歌の一番目の引用になってますよね。さらに後半、一人かも眠という部分は足引きのの和歌の一番最後、一人かもね、二番目の古歌の引用になってますよね。こうやって古歌の語句を取り上げて、さらに新しい歌を作っている、これが本歌取りなんです。じゃあ新しい部分にも注目してみると、キリギリス泣くや下世の、キリギリスというのは現代でいうコオロギのことなんですね。コオロギが泣いている、霜が降りてくるような寒い寒い夜というニュアンスです。するとこの3つの和歌を全部合わせて解釈を取ってみると、コオロギが泣いている寒い寒い夜に私はむしろに着物を片方だけ引いて一人で寝るんだろうか、なんていう和歌が出来上がるんですよ。で、先生が解説をしてくれると、生徒が、あーよくわかりました、じゃあみんなで答えを出し合ってごらん、と言って生徒 A、 生徒 B、 生徒 C が話し合っていくという形式がイメージしやすくないですか。じゃあ皆さんどうですか、この和歌を通して筆者が伝えたいものっていうのは何ですかって言われた時に、もう本当に1番目の和歌、2番目の和歌に共通するこの一人寂しく寝る様子が本歌取りを用いた歌に泣くや下世の寒い寒い夜だっていう情報が加わって3倍増しに一人寂しく寝る様子が書かれているっていう、このフレーズが含まれた選択肢が答えになりそうですよね、なんていう方向性ですよ。これが本歌取りを用いた共通テストの問題、また本歌取りの大事な解釈のポイントになってくるので、本当にねこれ大切だと思います。で、共通テストだけではなくて、このね1行目の説明がまさにそうなんですが、難関大であれば本歌取りって注釈に元の歌が書いてあって比較させながら答えを出していくっていう難問は今までの大学入試の問題にもよく出てたんですよ。ただこれは難関大に限る話だったので、
共通テストレベルまでに降りてきてしまっている、まあ生徒と先生が現代語で話してくれているというのは救いなのかもしれませんが、いずれにしても難易度が高いです。だからこの動画の内容をまずしっかりと理解した上で問題演習に入ってあげるとすごくいいんじゃないかなと思います。あの本当にね、なるほどなって思っていただけたのであれば、よければ高評価してください。あのそして共通テストを頑張らなきゃいけないお友達にもシェアしていただけると非常にありがたいです。あの最後スクショ画面残しておきますので、これからもね共通テストに向けて頑張ってください。今日は以上です。